聞こえておりますでしょうか。はい、ホロライブ3期生本社海賊団船長の本社マリと、普通にいつも通りどうぞ、ひよどし青です。てか音量大丈夫ですか？すいません、お聞くの忘れてました。音量大丈夫ですか？はい、大丈夫です。え、お前が決めることじゃねえよ。すいません、ちょっとあの時差が、あ、時差が、ここに時差が、え、空気悪くないって書いてある。空気悪いよ。仲悪い、これもしかして。仲悪く見える、緊張してるから。あ、緊張してる。青くんがでかいって。じゃあこっちに、青くんがでかい、こっちに寄せるわ。これでどうですか？慎重な話なんて。いやいや、音量な、音量どうですか？あの、ちょうど良くなったら言ってくださいね。はい、うんうんうん、すいません、まだ飲んでますけど。青くんもう酔ってるって言われてる、うん、青くんは常にこのテンションなだけです。あ、青くんは胸が小さい、だって。おい、あ書いてあったんだもん今。なんでそれを拾うんだ。いや、確かにと思って。なんかウケてる。ちょっと待ってさ、怒り、怒りを今こっ映ってないそれ。はい、え、こう動きが面白いですこれ。あ、よかった。はい、よかった。じゃあね、自分に酔ってる定期って書いて。おい、それは言えてみよう。いいね、ちょっと酔うのはね、気をつけようと思います。なんでそんなに気にしてんのって言われてるぐらい大丈夫だよ。なんでそんな気にしてんの。やっぱりなんかあのね、うん、船長は酔って配信して、うん、怒ったりしちゃったことがあったんで、配信で酔わないように気をつけてるんですね、うんうん、大事ですね。そうだから、なんかもしかしてなんか今酔っ払って嫌なことしちゃって君たち怒ってたらごめんねって思った。青くんかっこよかったって、やったー。男って言われてる。怒って、怒って。え、なんで船長が怒らなきゃいけない。自分で怒れよ。わかった。この顔あんまり持たない。気持ちいい。はい、青くんは女の子です。そうです、ただちょっと声が低くて顔がかっこよくて身長高くて、ちょっとなんですか、こうね、あの男性チックなお洋服も似合うってだけ。うん、でもね、はい、可愛いんですよ。めっちゃすごい可愛がってくれます。そう、めちゃめちゃ可愛いんですよ。多分犬だと思われています。かっこいいよりは可愛いのが勝ってるよね。ん、うん、はい、あ、認めました。てなわけでね、はい、青くんは、女の子、可愛い女の子ということですので。ご安心ください。はい、よろしくお願いします、はい。本当は男の子でしたとかないんで安心してください。それだけは、すいません。そうなんですね。はい、で、何？今日は楽しかったですか？はい、今日楽しかったです。楽しかったです。はい、はい、マリ先輩の勝ち。あ、勝った？勝ったよ。見てなかったけど。2倍で勝ってる。